琉球王朝時代、国王のシンボルとされた龍。首里城正殿の至る所にその龍の装飾が施されています。ここにも、柱の奥にも龍が佇んでいます。その数は実に33体。アーウンで16つ、で32でしょ。でカラー風の上の方に一つある、これが33合わせて、下から上に行く龍、左右から中心に向かう、中心からウナーというね、その龍の流れがあるんですね。これが式場では見られない、他の方で見られない。琉球大学名誉教授の西村貞夫さんは、中国にも日本にもない琉球の独自性を象徴しているのが琉柱だと言います。こういうね、あの柱に巻いてるのはもう中国にもいろんなところあるんです。しかしこの琉柱はですね、胴体がもう柱になってるんですよ。型はあの、まあ、中国からのあれがあり、それを消化して形に、琉球独自の形に持っていってるんです。そこに素晴らしさがあるんですね。唯一無二のシンボルを蘇らせようと職人たちが奮闘しています。次回は焼け残った大琉柱です。